ボンジア5月21日日曜日です。本日はこちら長野県駒ヶ根市にやってきております。あのですね、昨日の、1日終了後、野球隊4人プラス先生の方2人男子、横浜の訓練所の6名の男子で駒ヶ根に来てます。なぜかと言いますと、ジャイカの駒ヶ根訓練所の野球隊の人たちと試合をするためです。昨日の夜はですね、こちらの、駒ヶ根高原家族旅行村っていうところに、まあ、夜11時頃にチェックインして、ただ寝ました。で、めちゃめちゃ寒かったんですよね、結論から言うと。眠くるもなく、ただテントで寝たっていうって感じで、ちょっと体調万全じゃないかもしれないんですけど、駒ヶ根乗り込もうと思うんで、しっかりいい交流ができたらなと思います。それでは行きます。はい、ということで駒ヶ根訓練所到着しました。これから駒ヶ根の方々と野球をして交流を深めてこようと思います。それでは行きましょう。バモス。やってきました。もう本当にちょっ
こんだけじゃ伝えきれないんで、また後でまとめるんで、とりあえずこのここから帰るっていう証だけ、もうタクシーの方も待ってるんで、あちら。イエイ、本当にありがとうございました。ここまでの皆さん、ここでまた編集してお伝えします。じゃあ、バモス、バモス、オブリガート。